愛着が出て大事にすると車って守ってくれると思っているわけさ、うん、はい、始まりましたメカニック TV。 今日もフリートーク、なんかね、意外とねフリートークでお願いしますってよく言われるんだよねフリートークがね、受けがいいらしくて、確かに面白いですね、話題とか。フリートークらしいです、今日も。何かありますよね。そうですね、ちょっと気軽な質問なんですけど、うんうん、洗車についてちょっと聞きたいなっていうところで、うん、何どれぐらいの頻度で洗車やられてます？洗車の頻度か、私はね、結構ね、自分の車だったら、どっか行くたんび、どっか行って、使ったら、洗車して帰ってくるレベル。なるほど、なるほど。私、1ヶ月に1回ぐらい。気になったら、なんか1ヶ月に1回も結構な方なんじゃないの？あ、でもそんな、綺麗に念入りじゃなくて、雑にの方ですけど、やり方もありますよね。そうで、気になったらなんかどっか海とか遊びに行って汚れたらちょっと、あ、そう、海とか雪とか行ったら絶対スチーム、あー、洗車じゃないんだよね。スチームってさ、結構洗車場とかにもあるとは思うんだけど、下回りタイヤハウスとかタイヤの裏側とかに海とか行くと、やっぱ潮風がついたまま放置すると、うん、雨とかもそうだけど、うん、錆びちゃうから、洗車っていうよりはスチームした方が、長く乗りたいんだったらスチームの方が重要な気がする。あ、下の方に行くスチームガンみたいなのがあるから。あ、ありますね、あります、ね、それでタイヤの中とか下回りを洗ってあげると錆びにくいから長持ちする。なるほど、なるほど。結構洗車してるの？いや、洗車は本当に 2,3 ヶ月に1回。でもあれでしょ、洗車機に。あ、洗車機、はい。え、カイエン買ったらどうすんの？いや、カイエン買ったらさ、カイエン借りたいとか言ってんの今。今の気持ちはやっぱり手洗いしたいってあるんですけど、もちろん頻繁に。そうですね。いや、でも手洗いって2,3 回ぐらいで終わっちゃうんですよね。私も最初新車買った時、もう2,3 回はやった。手洗いで、もうなんか汚れたらもうすぐやるんですけど、で、次の日絶対雨降っちゃうんですけどね。そんな汚れないことしちゃって。肝炎は洗車かけれない。かけれない。今のところはかけない予定で。で、あれ、あの、洗車やるじゃないですか。うん、その後にコーティングとか。うんうんうん、やる人もいると思うんですけど、あれやっぱりやった方がいいんですかね。ワックスとか、ワックスかけたりコーティングすると、そのスチームだけで汚れが落ちたりとかするから、うんうん、コーティングでやっぱりやった方がいい、やった方がいいと思う。やっぱその日光に焼けちゃう、色が褪せてきちゃうんだよね。あ、和歌山出身だよね。そうです、和歌山とかだったら結構さ、虫とかすごい、ね、すごいんですよ。もう車走ってるともうすごい虫の死骸がいっぱい、ね、わかります。そうですよね。そうだね、だからすぐあの汚れちゃうんですよね。なんかコーティングとかワックスしてたら、その虫とかもそのスチームですぐ取れたりとかするやつもあるとは思うんだよね。コーティングってどれぐらいに 何ヶ月に何回とかやった方がいいか。なんか、じゃ1年持つとかだよね、だいたい5年持つ。ディーラーとかだと5年持つとかで保証とかもあったりとかしてくれる。正直言って聞いたない。私が勝手に思ってることは、やっぱ自分で洗車をするようになったりとかするとやっぱ愛着が出るじゃ ん。愛着が出て大事にすると車って守ってくれると思っているわけさ、うん、もし事故った時とかにもなんか車が助けてくれるんじゃないかなと思って生きてるわけ。あ、でもあれですよね、言ってもいい、どこはかもしれないですけど、洗車しながらありがとうねとか言ってあげるとかみたいなこと言いません？何でもいいじゃん、お花持ってさ、なんか話しかけるといいとか言うから、やっぱり車も何でも愛着、うん、愛着があれば大事になるから、勝手に気持ちが無意識のうちに大事に乗るようになると思うので、まあ、毎日とまでは言わないけど、どっか遠出、手洗いやってくれる工場に行って手洗いお願いしますっていいと思う。綺麗ですよね、そっちで頼んだ方が。その時期に、まあ、デート行く前は絶対か、それは確かに、それは言う。自分もね、車もそうです。自分ばっかりだもんね。確かにすごい汚れて錆びた車で来られちゃうと、えってなっちゃいますもんね。ということで皆さん、どっか出かけた後は洗車だけではなく下回りのスチームをかけるとサイクルしないので長持ちすると思います。今日のメカニック TV はここまで。ありがとうございます。ありがとうございました。皆さん、メカニック TV いかがだったでしょうか。見て見て、メカニック TV ロゴとか T シャツができてます。
これからチャンネル登録者数が増えればもっと面白いことができると思うし、私も整備士やってる子たち、これから目指してる子たちのためにいろんな活動をしていきたいと思うので、コメントよろしくお願いします。チャンネル登録もね、